思いのウェバでございます遺跡探偵ノービルクサトでございますどう今日はそれテーマでございますがこれですどん出た日本人センターバック編の遺跡コール戦パチ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 どうこが動くんですかこの人たちはそういうことになるでしょうねあああああまあというのも今日はそのヨーロッパ組の日本人も出てくるんですけど JD 軍ももちろん出てきますと、はい、で特にちょっとね、今年ねなんかねディフェンスラインの怪我人が多いんですよマア <laughs> さんう 確かに確かにあともうほら結構5月監督交代もチームによってあったじゃないですかありやしたねやり方変えるチームもあると思うのでちょっとどうなのか見ていただきましょうありましたということで皆お構いっちゃっちゃってるんですチャンネル登録をぜひよろしくお願いしますお願いしますということで移籍地そな方々センターバック12こんな感じとはい上にはまあいろんなお知らせもあります横浜フットボール映画祭のトークライブ等々いろいろありますのでよろしくお願いしますいねは でまあ、下にいろんな銃にいるんですけれども、うん、まあいつも通り左上の方から銃に見ていこうと思いますまずマーさんやりました、うん、はいかぼくもしかしたらこの動画出る頃にはもう決まってるかもしれませんあ,あっ決定<お>ポリー行きそうですおっすごいイタリアチャンピオン、うん、すごいじゃないですかこれ理由がいろいろあるらしくてですねまず移籍金なんですけど、はい、日本円にして20億か ぐらいになりそうですと。おお、すげえ。はい。ダグがシティに行った時も数億円程度だと思うので、うんうんうん。だから自分の遺跡金レベルをこう10倍ぐらいにもスタートいってもいいんじゃないでしょこれはね。チャンピオンズリーグにも出るわけですよ。そうなのよ。チャンピオンなんだから。そうなんだよ。うん。いたり優勝チームですからね。でまあなんでなのかってことがいくつあって、はい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 。なんでかどこの接点かはわからないんですけど。うん。 ナポ,リのかナポリの会長さんがいたく、めちゃくちゃ、そうなのね、ワるルド見てかしらなんかね、ただ、<ー>なんかね、非常に日本人の性質に詳しいんですよ。あの日本人はその世界でもトップクラスに、規律を守る方々なの、うんうん。はあ、嬉しいね。なんかどうやら、しかもナポリ、あの今回、監督スパレッティさんが、優勝した監督のスパレッティさんが、うんうん、なんか、そうですか。 裏でいいろろなんか、た,たん、うん、か、なんか、なんか、なんか、ですか、いてんか、ですか、そうですえなんか、なんえなんか、珍しいですね、優勝して。でも、ただ、ナポリとしては、スパレッティカーとかやってきた4三3 3と同じフォーメーションを繰り出せる監督を取ろうとしてるみたいなので、やり方は基変えないんですってと、うんほ。とりあえず、日本人の,その中性的なところがいいってところと、うん、あとやっぱり今回、キム・ミンジェさん、韓国代表を取ってきた見た結果、うん、うまくいったっていうのがあるから。はい 同じレベルの人だったら同じ,く同じことは起きるだろうってので板倉選手か伊藤洋輝選手って名前が上がっていたどうやら日本人取るならってことで、うん、どうやらなんか裏の動きがあるらしくて、うん、日本から日本人一人取ったら新しいスポンサーがどんとやってくるみたいです。 そのお金が相当だからってので日本人取ろうとしてる側面もあるんじゃないかとは言われてもいるん,ん一昔前みたいな話ですねそうですねただあの板倉選手えらなんかめちゃくちゃ気に入ってるっていう話もあるのでレギュラー戦闘枠台風での多分獲得になるんじゃないかキム・ミンジェさんは出ちゃうんだなんかねユナイテッドあたり行くんじゃないか,ってそうかキム・ミンジェさんと二人並び立つのも面白そうですけどねいや見たいですけどねああまあさてどうなりますかはいはい、はい その下でございますじゃあ伊藤博樹はどうやるんですかがどうやらボルフスブルグなんじゃないかって話がありますかつて大久保嘉人さん長部さんいましたけどね。いたね10年ぐらい前ね。伊藤博樹さん実は冬の遺跡市場でボルフスブルグ行く予定だったんですけどまとまらなかったね最後の交渉みたいなところが。っていう感じだったと。 <で>うん、ナポリが狙ってたって話もあるんだけど板倉さんで本押し決まりそうだってので要は2番手ゾにいたボルフスブルグが上がってきて、まあ、獲得に、まあ、もういきそうなんじゃないかって話になっています、まあ。あとは正直シュッとガルトはあとどこりほらね16位で終わってしまったのでプレーオフがあるじゃないですかそれ次第でゾーンなのかってのはあるでしょうけど,ど、ね、まあステップアップは起こりそうですうん、うん、素晴らしい、はい、素晴らしい素晴らしいね,ねいいですね そしてこの人、渡辺剛、ベルギーのリーグの中でフィールドプレーヤー唯一のフルタイム出場というとんでもないことを成し遂げた渡辺選手です。クラブブルージュが取ろうとしてるってところもあるんですか別に本人は街が気に入ってるらしくてコルトレイクのこのままでもいいんじゃないみたいな感がそういうタイプなんですすね住環境を大事にるタイプかもしないですね。 なんか奥様がめ,なんかめ,ちゃくきめちゃくちゃ気に入ってるって話もあるらしいのでんいいとこなんだねねでしょただで、僕としてもさなんか今回6月シリーズに渡辺選手日本代表に入ってもなんかおかしくないと思ってたんですけどうん、うん、唯一一個だけ気になる点がねー、まあ、ん,なんですかあるんで,すなんですかホルトレイク、うん、そんなに組み立てやんないんですよビルドアップ。うんうん で今の日本代表ってそのビルドアップちょっと重視してるじゃないですかはいはいはい本代表に入りたいと希望するんでいれば動いた方がいいんいゃないかいはいた方がいいうーんこいなるはい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 あいは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 いクラスの成績残しはってのはあるんですけど仕事がシンプルなわけだ そうですね、だ状況が違う、これからワールドカップだって言うんであれば、渡辺でたぶん選ばれたんじゃないかなと思いますね。うん。だどうなるかっていうところになってきます。ベルギーで一番強い、ところに移るか。そうですね。一番強いとされているね、平均的には。うん。なるほど。そして、続いて。あら、あら、あら、あら。あるかもしれない。ここちょっと二人一気に行きましょう。吉田麻也、藤井春。お、あら、あら、あら。あ、そういうこと。ゼロじゃないかなと思っています。 まずは吉田選手、シャルケには来季残留はしないことが現状確定済みです。延長オプションは行使されません。2部に落ちちゃったからってことが理由ですけど、やっぱ長くもヨーロッパにいるんで、ヨーロッパ残留が基本路線だろうなと思うんですが、なんかいろんな方が。 マヤはいつか名古屋に帰るだろうっていう証言を残してるんですよ、今のスタッフさんだとか、あと、なんか本田圭佑選手とかも残してるんですよね。で、ただ今の名古屋って別に吉田選手、戻す必要性があるのかって言われたら、あんまりないぐらいのディフェンスは整ってるじゃないですか、うん、確かに。何かが起こるなら、藤井選手が。あそうううこと、うん、うん で思えば今回の6月シリーズも藤井選手、呼ばれててもおかしくなかったと思うんですが、呼ばれなかった、これは何があるかと考えられたら、移籍の交渉により、6月ちょっと行ってる余裕がない可能性ってのは否定はできないなと思っていて、藤井選手が抜けるとなると、センターバック、レギュラー枠1個空いてしまうので、そこに吉田麻也が滑り込むみたいなこところは、ゼロじゃないかね 森田選手、ちょっとサイドバック足んないから試したくて、二人呼ぶのはちょっとなっていうことじゃないのあれそれは、俺、思うよ。俺はそれだと思うよ。藤井選手でも日本代表だからな、二部はちょっと、あれだよね。一部に入ってほしいけどね。そうか。素晴らしいけどね、シャルケラね。で、まあ、そんなことも起こりうるんじゃないかという話でなるほどね。はい。はい。そして、まあ、そんなところからちょっと国内の話に右側移っていくと思いますけど、まずはセレッソに尾竜也選手で。はい。はと。 本気はね、まさに西尾君ダメんじゃないのよ。そうなんだよね、なんかね、ぐいぐいなんか歩みを止めないでほしかってすごいライバル多いそうなんですよ。でもうさ、あのアンダーニュこの間残念ながら負けちゃった組。ええはいはいはい。実はあのいろんな指揮者のほら川端さんとか飯尾さんとか皆さん行かれてましたけど、皆さん実はあのディフェンダーの方々にはいわゆるそのなんかランクとかつけたりするじゃないですか、雑誌の企画とかで。うん。 みんなアンダー20のディフェンスラインには9大点以上の成績残してたんですよランク付けてた大会の中でもねチェイスとかそうでも確かにチェイス・アンリも高井ータも高橋二個も田中隼人もみんな出てんすよねあチームでねそうだから西尾君だってちゃんとセレッソでスタメン出てる時期はやっぱずっと呼ばれてたけどそうかそうかそうかで考えると だってもうあと1年しかないもんで出るとこで試合しないとね、先攻から漏れちゃいますから、オリンピックは。だから自分をそれこそ高く見積もってくれるところに、夏、移籍するっていうケースはゼロではないかなと思い、ちょっと入れてみたんですが、僕、必要としてるチームありますかそれがちょっと僕西尾選手にもね、このエンブレム入れてもいいかなと思ったんですけどその下2人ですよ、神戸が僕は誰か取る夏になると思っていうっすか。そうすかはい 僕は結構リアルなのはガンバ三浦選手札幌あ移籍したばかりですけど馬場選手そうかそうかあ三浦さんもね完全なスタメンではないですもんね今ね序列変わっちゃったんですよそうっすね馬場さんなんかはそっか焦るよね出ないとねそうなんですよで今実は神戸がですねこの収録時点ですけどまさに右サイドバック飯尾七瀬、酒井豪徳 そあと左サイドバック本田祐希センターバック菊池隆鵬山川哲司わけがみんな全員けがですそれはそれはで昨年まででリーグ戦10試合以上出た経験のあるディフェンスメンバーって残ってるのは初瀬亮トゥーレル大崎レオの3人しかホービーいないんですああこれは取るわね絶対ねうわあ三浦健太なるほど 結構リアルじゃねえかなと思って、<ー>だ特にサイドバックも可能なセンターバック系の選手だったら、よりありだなってのがあるから、特にだから、パリ世代組なんかは、今その波に乗っていくるじゃん、しかも、このままいったら優勝の可能性高いですからね、その経験値も得られるっていうので、今だったらあるんじゃねえか。 こう誰かレギュラークラスあるんじゃないかなと思います。大きな遺跡が。そういうことか。はい、サスがメダル手なので。ありがとうございます。そして右側下から2番目、まあこれは人当たり客に悔しかったシミトの菊池修太選手です。アンダ20。そう。あのほら3月のサマーさんアンダー20アジアカップあったでしょう。あれでは全部スタメンだった男がいやそうか。ワールドカップでの出場なんと0分で終わりました。 フィーールドプレイヤ唯一のななしでしでたなるほどねそちょっとかわいそうだったのとしては、うん、まあチェイス・アンリー選手を呼べる状態になったこととあと、言ってしまえば右サイドバックで菊池選手を出すっていうケースもあったんですけど、うん、高井選手、まあ、川崎のレギュラーで出てる選手を右サイドで使うってケースにもなって結局、誰も怪我とかもなかったというのもあったのでなかなかね出せる状況にはなかったというのあると思いますが。 結局さっきの西尾選手とか馬場選手の,話の感じと同じで、うん、菊池選手、今清水でじゃ出てるのかリーグ戦ってなると出てないわけですよ。うんうん、だその部分でもやっぱりちょっと差はあったのかなコンディションに、ね、ということに、うんうん、なんで何かコンディション上げにというか来年のやっぱ次、ね、リベンジキ期すならもう来年のパリオリンピックしかないですから大、うん、別代表だと、うん、だ今、動かなきゃいけないって状況になってきたのかなっていうのはあるかもしれないなるほど大変だね、サッカー選手ってね。うん そうですねただそのアジアカップの実績があるので海外が目をつけるって可能性もゼロじゃないかなっていうのはありますから難しいなこの選択は難しいねこの夏は海外なんて何回いいことだけ言って出さんかったらするでしょキャツらそうなん同じポジションでも一人取ってきたりとかそうなんだどうなるかまだ分かんないんだけどねというところでございますそして今日の最後はこんなところ。 乾孝也選手、ギラバンツ、ギラマンツ北九州の、うん、まあ正確に言うとサイドバックの選手なんですが、はい、今年はね、現状、J3 最下位にあ、ね、今苦しんでいる北九州の中で、うん、一番点取ってる男、あそうですね。うん。って、なんで彼を持ってきたのか、うん、移籍先の候補は僕はもうレノファ山口1本だと絞っております。うん なぜかというヌイ選手は2018年前後ジェフユナイテッド千葉に在籍しておりましてそんなつながりがでかちうさすがなるほどエスナイデル監督経験者なんですねはあそうか浮かび上がってきましたね捜査線上に実はねまさエスナイデルさんがですね今回山口の監督就任しましたけど通訳の方に当時千葉で一緒にやってた方を呼び寄せたようで んなんかバスケのチームにいらっしゃったんですってその通訳の方<ぁ>だったんだけど、うん、ちょっと一緒に来てくれってのでそのバスケのチームやめて山口に来るんですってええつうことは旧体制で臨みたいという気持ちが大きい<う>なるほどだから S ナイデル経験者一人二人は取るだろうななるほどっていうところから乾選手あるんじゃないかってので僕はちょっと入れてみましたしーーなるほどこれは,は ありそうでですすねねね早速張り込みを開始しないとでで、ね、これは、ね、<laughs> ちょっと山口まで行かなきゃいけないかもしれませんね。わ、うん、か,かんないけどね。<laughs> はい、あ、まあ今年やかな話が、もうたくさんですよ、これね。ということです、ね、とで見立ても多いですけども、これは。というセンターバック編の話でございましたなるほど、わかりました。まあ、これがはまるはまらないでね、うん、J リーグのチームの縁もありまして、オリンピックに向けての。うん なんかこう大きいねこれはね後々のキャリアにもねいいねほんとねいサッカー人大変だな大変だこれな、うん、占いとかにはまっちゃうなこんな迷わったらねこれねあなたあれよねなんつってね <laughs> いやいやいや男色系のチームがいいわよそして部屋にはねラベンダー置きなさいみたいなね「<laughs> はい」って言っちゃう俺だったらね次はどうしたらいいですかって言っちゃうわね <laughs> どうしようなと玄米食べなさいとか言われる可能性もあるかもしれません、ね、<laughs> 結構ヘッドナイデルさん、ね 占いじゃないから、ね、<laughs> そうだね、はい、ありがとうございました <laughs> ということでございます <laughs> <laughs> 今日もありがとうございました、はい、見守ってまいりましょうみる赤マイチェアってますチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします <laughs> ということではい。本日は以上でございます稲葉、はい、マイでしたナ上ミルサトでしたありがとうございましたまたね